17番パー5、このホールは右にずっと池があり、その池が細くなってコースを横切る、水だらけのホールです。左は OB、 右は池ということで、オートたきをしやすいドラマチックなホールになってます。また水が途中横切っているため、各選手の飛距離によってはレイアップが必要になってきます。17番パー5です。後半3バーディーのハム選手、優勝争いが佳境に達しております。よいしょ。吹き流しの先に行きました。ちょっと左ラフ、まあ問題ありません。3打目勝負です。さあ、正田夢菜選手、このパー5でバーディーを取って、ナイスショー、バーディーを取って追いつきたいところです。さあ、川村くるみ選手、パー5第2打です。これは横切る水の前にレイアップ、ライも悪いのでフェアウェイにレイアップしたいところ。ナイスレイアップ。さあ、優勝争いグループです。考えています。3番ウッドを持っているので、レイアップではなく川越のショットを狙っていくようです。ちょっと左に引っ掛けていますが、大丈夫そうです。バンカーに入ったか入らないか。ハム選手もレイアップせずに川越です。これもちょっとドローがかかってますが、超えてはいるでしょう。超えてます。大事な第3打、トーナメントリーダーの川村くるみ選手、残り約120着です。ピンにまっすぐ、ちょっとピンの左ですが、ナイスオン、バーディーチャンスです。さあ、トーナメントリーダーのアーム選手、寄せて単独首位を取りたいところ。ロージョンショットにはちょっと遠い距離です。さあ、正田夢の選手、ここを寄せてトップに並びたいところです。距離があるので、ちょっとエクスプロージョンショットは難しいショットでした。ハム選手、残りのスライスで残り約10メートルスライスのバーディーパットです。3アンダーでトップタイです。これは問題ないでしょう。正田夢の選手、これ入れればトップタイです。2アンダー、1打差。ラインはハム選手と全く同じラインです。ちょっと打ち切れませんでした。ナイスパー。さあ、川村くるみ選手、約2メートル、3アンダートップタイ、
入れれば単独首位になります。よし、ナイスパー。アーム選手のパーパットです。首位キープのため必ず入れたいところです。距離的には問題ないですが、結構曲がるラインです。ナイスパー。さあ最終18番にやってきました。3アンダー2名、カウントバックなので現在アーム選手が優勝候補です。長いパイプ、ナイスショー、ど真ん中、ど真ん中へナイスショットです。優勝への力強いドライバーショットでした。さあくるみ選手はここはマストパー、バーディーを取らないとカウントバック的に優勝が神様です。お願いします。ナイスショー。正田夢乃選手は1打差です。優勝のためにはここで絶対バーディーが必要になってきます。よっしゃー、3人ともフェアウェイど真ん中でした。優勝争いが面白くなってきました。18番ホール、残り約160ヤード上りです。フォローの風が吹いています。マストバーディーです。ちょっと右に出ましたがキック次第、お、キックはいいキックになりましたが、グリーンには乗ってないですね。右ラフです。さあクルミ選手も160ヤードとマストパーできればバーディーです。優勝のためにはバーディーが必要です。キックは、はい、キックは左にキックして乗ってます。ナイス。さあアーム選手筋ってます。筋ってます。ナイスオン。これはちょっと優勝を決めた一段ナイスかもしれません。さあ18番、浅田選手第3打。優勝のためにはこれを入れるしかありません。惜しい。ナイスパー。さあ優勝争いはくるみ選手、アム選手2人の争いとなってきています。くるみ選手バーディーパット先に入れてプレッシャーをかけたいところです。下りのフックラインになります。かなりフックします。ナイスバーディー。わお。アーム選手はこれを入れなくてはいけなくなりました。これを入れないとカウントバック的に負けてしまいます。スコア的に。惜しい。ナイスパー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は
は一日中ずっとショットがブレてて、ドライバーは後半良くなってきたんですけど、セカンドショットがピンになかなか絡まなくて、まあ、ボギーは1番だけだったんですけど、やっぱりバーディーが少なかったので、ちょっと優勝には届かなくて悔しいです。でも2アンダーだったんだよね、はい、今日頑張りました。プロテストは？プロテストは、8月24日からです。それって1時なの？2時なの？1時です。1時なんだ、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、川村くるみです。スコアは68です。4アンダー、はい、ちょっと最後の18番のあのバーディーパット尻びれたね。そうですね、なんか最後入れたら同点かと思ってた。いや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 、あれで頑張って入れました。4アンダーで、まあ、一応このグループの中ではトップで、はい、多分トップじゃないかと思いますけど、まだ決まってないけど、ナイスラウンドでした。ありがとうございます。はい、次回は、はい、二次テストがあるんだよね。10月と11月はテストあるんで、うん、そうだよね、はい、ちょっとあ、まあ日にちがあったら12月もありますみたいな。ぜひぜひご参加ください、はい、ありがとうございました、はい、あ、平塚アームです。お疲れ様でした。お疲れ様でした、18番の最後のパットはちょっと、はい、超残念でした。はい、そうですね、しょうがないですね、また次も頑張ってください、はい、今日のスコアは今日69です。69、6500ヨードになってから69だから、はい、立派なスコアだと思います。この暑い中ありがとうございます。またぜひ次回も、はい、参加できればよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。谷田ゆりかです。今日のスコアは33-34-67でした。今日は初めてノーボギーで回れたのでとても嬉しかったです。ショットが比較的安定していて、パターンもじっくりラインが読めて感覚があったので、5つバーディー取れたと思います。今のところ5アンダーいないんで、優勝の可能性が濃いんじゃないかなっていう感じです。はい、この暑い中お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今後のご予定は、プロテストとか？そうですね、プロテストが8月末に小玉ゴルフクラブであるので、それに向けて頑張って準備していきます。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。荻野晴美です。今日のスコアは35-41-76でした。前半はとてもいい感じにゴルフができていたのですが、後半は集中力が切れてしまったので、また家に帰って練習とトレーニングを頑張って、体力作りと練習を頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。今後の予定はプロテスト等の？今後私プロテストは受けないんですけど、はい、ティーチング資格の取得に向けて頑張ります。そうですか、頑張ってください、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。菊池リオです。今日のスコアは、ワンオーバーの73回で、前半イーブンできて、後半も最終ホールまではずっとイーブンだったんですけど、最後でちょっとアプローチ、ショットとアプローチとミスっちゃって、今日1日の流れでショットがガタガタだったので、なんとか耐えてきてたんですけど、最後耐えきれなかったのがちょっと問題かなと思いました。18番？そうです。グリーンの右からの寄せ。あ、そうか。今日で一番あれが悔しいかもしれない。あ、そうなんだ。あれなければイーブンだったもんね。そうですね、イーブンじゃダメっちゃダメなんですけど、はい、でもショットが悪いなりに頑張ったかなと思います。はい、今後の予定は？そうですね、今月の3週目かなに、佐賀でプロテストの1次予選を受けるので、それまでにこの暑さにも耐えられる体を急いで作ろうかなと思います。頑張ってください、はい、暑い中大変だと思いますけど頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。里原由美です。今日は74の2オーバーでした。思うようなスコアではなかったんですけど、ショットがいい感じになってきたので、プロセッサーに向けてどんどんよくできるように頑張りたいと思います。どこで、いつですか？小玉です。8月の末で小玉ゴルフ。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。暑い中お疲れ様でした。ありがとうございました。島崎由美です。今日のスコアは76でした。飛距離が武器なんですけど、その飛距離をまだまだ生かせてないので、プロテストが滋賀で受けるので、それまでにもうちょっと挑戦して頑張っていきたいと思います。暑い中お疲れ様でした。ありがとうございます。菊池ひろえです。今日のスコアは69の3アンダーです。おお、ナイスラウンド。ありがとうございます、もうとりあえずパターが入らなかったのがまだ断点なので、プロテストも今月末小玉の方であるので、それまで課題克服にして頑張りたいと思います。はい、暑い中お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ってください。プロテスト頑張ってください。ありがとうございました。はい。